ナト当軍の不評大隊を表す、兵科機号大隊は、陸軍編成上の戦術単位の一つ。連隊の回で中隊の上位。通常は単一の兵下によって編成する。隊長は中佐か小佐。2から6個程度の中隊から編成され、現代においては、おおむね500から600名程度となるが、これらは、時代、兵下、装備、作戦内容などにより、 大きく増減される。英語ではバタリオンと呼称する。大体は独立した活動を行うことができる最も小さな戦術単位であるが、通常は師団、旅団、連隊の一部である。ただし、中間式結節と呼ばれる重要な立ち位置にあり、戦力の骨幹をなす単位である。連隊、旅団、師団の霊下に入らず、軍団長や軍司令官、 軍集団司令官など上級部隊指機関の帰化で匿名に従事する大隊も存在し、これは特に独立大隊という。独立大隊の例としては、旧陸軍の独立不評大隊などや、日本が初めて国連平和維持活動として、カンボジアに派遣したカンボジア派遣施設大隊、ドイツ陸軍及び武装親衛隊の独立重戦車大隊などがある。 第二次世界大戦の頃の各国の不評大隊は3個、不評中隊と支援火器を装備する1個火器中隊を本部小隊が指揮する形が一般的だった。一般的には1個大隊あたり12丁程度の機関銃を保有しており、軽火砲や迫撃砲などを装備していた。不評大隊明治23年11月1日制定時の陸軍定員令によると、 当時の不評代替の平時定員は次の通りであった。一個、大隊四個中隊から構成されていた。なお、本省において単に、軍曹としたものは一等軍曹または二等軍曹の意味である。また、重工長は一等軍曹総統官であり、重工課長は二等軍曹総統官である。よって、大隊全体では、将校22名、歌詞47名。 平卒480名、各部11名、総計560名の定員であった。後年、編成は次のようになった。野放大隊大隊機、当該機は、主として二刀陸佐が指揮する、大隊、大編成の部隊に、重要されているために本船が入っている。写真は、対戦車大機陸上自衛隊では、志願に、特化大隊、校舎特化大隊、 戦車大隊、施設大隊、通信大隊、第一整備大隊及び第二整備大隊を旅団に二刀陸佐を隊長とする大隊規模の校舎特化隊、戦車隊、施設隊、通信隊を置いているほか、水陸機動団に特化大隊、戦闘上陸大隊、後方支援大隊、方面直轄部隊霊下の大隊に全般支援大隊及び直接支援大隊、 方面混成団霊下に教育大隊などが置かれている。普通科大隊は第一空挺団を除き置かれていないが、代わりに状況に応じて普通科中隊と複数の陛下からなる連合部隊である中隊戦闘軍を編成することがあり、規模としては諸外国の大隊相当となる。そのような中隊戦闘軍の指揮を任せるため、陸自の中隊長には、 本来なら大替長クラスである三差が認ぜられることも少なくない。昭和27年7月24日の国会における政府答弁によると当時の普通科連隊の大替の定員は805名と特化連隊の大替の定員は609名と説明されている。組織編成は次の通り。第二次世界大戦時の不評大体不評中退参考に 支援を行う重火器中隊を持っており、同年代の日本軍などに比べると、大体レベルで豊富な支援火器を保有していた。不評中隊は、小銃3個小隊と火器小隊1個から編成され、火器小隊は M に 60mm 迫撃砲班3個と、機関銃分隊2個からなっており、不評3個小隊を3門の M に 60mm 迫撃砲が支援するようになっていた。 M181mm 迫撃砲は、重火器中隊の迫撃砲小隊に6門が配備されていた。ただし、第一騎兵士団などの騎兵部隊では、スコードローンと呼ぶ大日本帝国陸軍では、大隊以上を部隊と呼び、中隊以下を大と呼ぶ。一差が指定される理由としては、大隊長と中ト地司令職を兼務するための処置であり、たとえ二差のままで、 司令職に就任したとしても通常の一差と同列の待遇である白台座の帽子1一個による車両標識を提示した業務者3号73、式小型トラック等が通勤、移動等に使用され、ほとんどの場合在任中に一さえ承認する例が、多い広報支援連帯霊下の整備代替においては、運用上の都合により、霊下中隊に編成せず代替直轄で整備招待や、 回収正体等が編成される場合がある他に、10名前後の半編成が、大体直轄として例下に編成される場合もある。ありがとうございます。